はい。皆さん、こんにちは。ワンダリュウリュウジです。では、今回は、ボンバークルーですね。続けていきたいと思います。実は裏でこそこそやってまして、最終ステージのファイナルミッションまで進めています。で、ミッションの内容なんですけども、ついにですね、双頭の位置を確認したということで、双頭のね、いる場所に爆撃をかけていくというミッションになっています。で、航空機の方なんですけども、もうエンジンがね、これ以上いいものに換装できないというのがあって、一方で、敵機が強くなっているというのもあり、武装をね、強化しなきゃいけないんですけど、武装を強化するとエンジンがね、強化されていないので、飛べないと、重量盤になってしまうというのがあってですね、代わりに、まずシステムをダウングレードしています。マーク2とかにしている、マーク1にしているものもありますね。で、サバイバルは全部なくしました。で、機体も一部マーク5からマーク4に下げて、その分、武装を強化しているという状態です。ミサイルをつけたり、自動装填のものにしたり、そもそも口径を大きくしたりという形で武装を強化しています。では、やっていきましょう。このミッション3、4回やってるんですけど、相当難しいですね。というかもう飛ぶ前から壊れてるし。飛ぶ前から壊れるってさ、もう飛んじゃダメでしょうよ、これは。まあ、やっぱり落としてますからね。これはしょうがない。まあ、その分武装を強化しているので、なんとか持ちこたえましょう。では、輪を使っておきます。決して目的地まで遠くはないので、輪を使う必要はないかなと思うんですけど、燃料漏れとかね、アクシデントがあったら困りますので、燃料はね、できるだけ節約をしていきましょう。このまま中高度で入っていきます。いや、ここのミッション本当に難しいんですよね。死人がまず速攻で出るんで、相当の爆撃をしたあたりから。なんとかね、持ちこたえられればいいんですけどね。ミサイル4発とスピットファイア、味方の戦闘機の応援、それにオートタグを使うタイミングがね、うまくはまってくれれば、クリアできるのかもしれないんですけど、今のところ3回、4回と試してるんですが、一度もね、うまくいってません。では、12時の方向に敵。これはノーダメージで、くぐり抜けたいな。フォーカスオンも使って、できるだけ早く撃ち落としましょう。もうこうやってね、地味にね、高度を、機体の向きを変えたりとかして、かわすように、効果があるのかどうかは別にして、やったりしてます、最近は。ちょっと待って、いきなり何かが落ちたよね。大丈夫？何も落ちてない？いや、だいぶ苦戦したな。最初の敵機の攻撃で。まだ撃ち落とせてないもんね。もうちょっと武装強化しないとダメかな。まあ、ちょっとでもダメージ受けてる人いたら、早め早めに回復させましょう。一時の方向に敵機。雲の中に入りましたね。このまま中高度で行きましょう。雲あっさり抜けたか。10時の方向に敵機いたよね。気のせいかな。気のせいだ。では今のうちにまたシステムトラブル起きてるので直しておきます。後ろはついてこないのかな。
敵機を十字の方向に確認。これも早々に撃ち落としましょう。さらに敵機、今度は二次の方向。これ同時に来てしまうかな、この感じだとね。フォーカスを使う。早めに撃ち落とす。さらに敵機を確認。正面12時。いや敵が多すぎる。スピットファイヤーを呼ぼうかな。悩ましいな。鉄砲弾に切り替えます。うわ死人が出たな。早いな。ちょっと高度を上げて、エンジンがもう、エンジン燃えんの早いな。燃え尽きが早いわ。死人が二人になってるな。いや、ちょっとごめんなさい。これやり直します。はい、ではなんとかね抜け切りましたので、敵機がまだまだ来るようなんですけど、ちょっとここからまた実況していきます。敵機が出てきているものの、ちょっと高度を上げましょう。ここは敵の対空を受けています。でそしたら爆弾層に移ります。もう近い。さあどこだ。どこにいる。あそこだ。一発で仕留めなきゃいけないからな。スピットファイヤーの応援呼びましょう。見つかるなよ、見つかるなよ、見つかるなよ。大丈夫だな、見つかってないな。これちょっと高高度すぎてよく見えないけど、まだ早い。ここだ。ターゲットの破壊はできた。よし、逃亡だ。ちょっと待って、その前にオートタグ。さあ逃亡だ。対空防御をかわしつつだね。高度も一旦下げざるを得ない。ミサイルも撃たざるを得ない。なんとかこの窮地を出しよう。フォーカスも使う、鉄砲弾も使う、みんな使う。フォーカス焼夷弾もうみんな全開だわ。なんとかここをねこらえてほしい。高度を上げる。死ぬなよ。死人が出るのだけはやめてくれ。ミサイルをもう一回使おう。できるだけミサイルは残しておきたいですけどね。ここは致し方なし。いやー右の車輪が危ないな。非常に右の車輪が危ない。燃料はどうなってる。燃料に問題がないんだったら、いやー変なことはしない方がいいな。ちょっと傷ついている人たちを一旦この間に休ませましょう。右の車輪が危ない、それだけだ。気になるのは
か不穏な空気が流れている気がするけれども、大丈夫？スピットファイヤー欲しいな。ちょっと高度を一旦下げときますね。エンジニアがね、温度耐性弱いので、もう相当は爆撃で倒したんだから、敵機のね、迎撃が来るっていうのも変な話ですよね。スピットファイヤーの応援はもう期待できなそうだな、この感じだとね。敵機をレーダーで確認、どこ？向きは一時。早めに行こう。よし、早い。ほぼノーダメージで今の3機は撃墜できましたね。さらに敵機をレーダーで確認。4時の方向。敵のね、エースがいるって話だったんで、ミサイルはね、あと2機残しておきたいかなというところですかね。これ味方のさ、スピットファイヤーが充電されるまで上空で待っておくっていうのもありだよね。無理にね、対応しないで。向きは合ってんのかな。全然違う方向に来てる。さらに敵上昇しよう。な、大丈夫か、こらえてくれ。いやー、ここでエンジンが燃えてますな。こんな時に敵か。ここはオートタグ使っちゃおう。高度を上げたり下げたりでなんとかしのぎたいな。いやー、危ない危ない、本当に危ない。まだ死人が出てないだけマシだな。ちょっと高度をまた上げます。この間にちょっとでも体勢を立て直そう。向きは合ってるのか、果たして。まあ、大まかには合ってそうだけど、もうちょい右だね。ちょっと向きを修正します。うわ、今できない。
高度を一旦下げますか。ちょっと向きをそろそろ修正しとかないと危ないですね。さあ逃げ切れるかどうかだな。ちょっと燃料も心配になってくるよな。一旦リーンを使いましょう。まだまだ遠いですからね、基地までは。敵のエースが出てこないのがなんでなんだろう。リハーサルやった時はね、がっつり出てきましたからね。なんかだいぶそれたところ行っちゃってたのかな。故に敵のエースと遭遇していないっていうこの状況。さてスピットファイヤー応援で呼んどく。なんかそろそろ危ない気がするんだよな。高度も上げます。全くずれたところ飛んでるから大丈夫ってことなのかな。まあ結果的にいいけどね、敵のエースと遭遇しないままこのまま基地にたどり着いて帰れるのであれば。まあ、確かに地図を見ると大きくずれてはいますもんね。さあスキットファイヤーも到着した。じゃあこのままのんびり遊覧飛行と行きましょう。クリアすることが一番重要。いや、スピットファイアのではなく撤収されちゃいそうだね。このまま敵機と遭遇しないでいいのであれば、それに越したことはないからな。大丈夫そうかな。一応ね、一番右のエンジンはやられてしまっているものの、他はダメージは受けてますけど健在ですから、特にね着陸装置、こ
これが残ってないと話にならないんですが、大丈夫そうだね。全く意図しなかったものの、敵の迎撃ポイントを避けて帰還できたのが大きかったな。普通に戻ってくるとね、相当のいる拠点を爆撃した後に敵のエースが出てきて、すごい大惨事が起きたんですけど、今回はなんかよくわからないですけど、結果的に迂回したことによって敵のエースに遭遇することなく無事帰還できそうですね。そうか、こういう攻略方法も当然ありだよね。全然敵のいないところを通って帰ってくる。攻略サイトとか全く見てないんですけど、きっと攻略サイトとか見たらね、書いてあるのかもしれないですね。ゲームやるとき攻略サイトとかほとんど見ないんで、ちょっとね、しょぼいゲームだったり全く異色のプレイになってたりすることが多々あって、皆さんやきもきされることも多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ガラパゴス的なプレイスタイルになっちゃってるんですよね。だからでは帰還しまーす。これで一応クリアかな。あと拡張 DLC も入れてるので、またね、時間あるときちょこちょこやっていこうかなとは思うんですけど、一応ボンバークルーの、まあ、ノーマル版っていうのかな、通常でリリースされていたものに関してはこれが最後のミッションになるんじゃないかなというふうには思います。まだちょっとわからないんですけどね。実は本当のラストステージとかあるかもしれないですが、いやー、クリアできたな。ここ結構手こずったんで嬉しいですね。お、クリアしましたね。はい。たくさんの死にを出しましたからね。ではエンディング見て終わりにしていきます。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。